皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。昨日ですね、おとといは、動画をちょっとお休みさせていただきまして、今日ですね、まあ、今はこのジャック・マー氏の、逮捕という噂が、出回ったという記事を見ていくんですが、次の動画で、いつも通り株価を見ていきたいと思います。で、今日は、日本株休みなので、まあ、昨日のですね、日経平均の動き、そしてまあ今も動いているまあ為替とニューヨークダウですね、見ていきたいと思うんですが、まあ、今回は中国当局調査のジャック・マー氏が逮捕されたんじゃないかというツイートがまあ結構トレンドに入っていてですね、まあ、アリババ株が急落というふうになっているんですが、まあ、これ調べるとそのまあ、デマというかね、誤報みたいな感じだったと思うんですが、この馬というね、ジャック・マーのこのマーですかね、っていう漢字が入った人物を、国家安全を脅かした疑いで調査していると報じたということで、これがアリババの、集団創業者のジャック・マー氏だという噂が広がって、で、香港株式市場でアリババの株が一時急落したということなんですが、まあ、それがね、すぐに SNS で、広まって、これはジャック・マーなのかという投稿が相次いだということで、まあ、ただ、SNS で調査を受けている人物の、名前がですね、3文字だと指摘したので、非公式な形で代弁していると見られていて、ジャック・マー氏ではないという噂を打ち消したいという受け止めが広がったということで、まあ、この馬の、ね、人物が誰なのかは明らかになっておらず、疑念が完全に払拭されてないという見方もあるということなんですが、香港メディアによると、3日の香港市場での、アリババ株の下げ幅が一時は 9% を超えたが、その後は持ち直す動きを見せたということで、まあこれですね、ツイートとか見てると多分誤報だったっていう感じになってるんですけど、結構そのニュースがね、出回った時に、有名な方というかね、そのフォロワーが多いとか著名な方が、このニュースに関してのツイートしてたので、なんかより信憑性が出ちゃったのかなと思います。で、この 9% 超えた時ですよね、の下げで、まあ、買った方はですね、こう短期間でかなり、戻したと思うので、大きく取れたんじゃないかなと思うんですが、まあ、誤報だったとはいえですね、いきなり、まあ、5月に入ってね、まあ、株関係で、まあ、日本株ではないですけど、まあ、ジャック・マー氏のニュースが出てきたので、今回はこちらを見させていただきました。ちなみに香港の、平均値ですね。でいうと、まあ、底打って、まあ、上昇途中っていう形になってるかなと思うんですが、まあ、この次の動画でですね、いつも通り、昨日の株価ですね、チェックしていきたいと思います。今回は以上になります。よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。